上出来。てめえだけは許さねえ。許さねえぞ、岡部。よく吠える餌だ。はい。イヴァン。なんだお前、餌連れてピクニックか。でも便利そうだな。俺も真似させてもらうか。箱に詰めて冷凍保存すりゃいつまでも腐らないだろう。はっと、アベル、これだけうるさいと持ち運びにも苦労するだろう。俺が締めといてやるよ。はあ。お前、その腕。イヴァン。あ。はあ。ぐっ。あ。3年前にお前が殺した茶髪の男のこと覚えてるか。知らないな。だろうな。死ね。おい、半端者。うん。お前みたいななり損ないの話を聞いたことがあるぞ。何？どこで聞いた？セントラルの。おい！ビル。ね。おい！起きろ！チッ。ビル。セントラルとか言ってたな。あそこはずいぶん前からアンデッドの巣になってるらしいが。おい、どうした？大丈夫か？なんでもない。なんでもないわけあるか。ただでさえ気色悪い顔がもっと気色悪くなってんぞ。怒るな。見たままを言っただけだ。ビルって誰だ？知り合いか？母親の仇、俺の父親だったやつだ。行こうぜ。そいつに会えばお前の用事は一気に片付く。お前がついてくる必要はない。ここまで勝手についてきたやつがよく言うぜ。物好きなやつ。お互い様だ。なんだ、変なもんが紛れ込んでるな。父さん、歓迎してやるよ。ほら、餌だぞ。なんだこいつら、犬のアンデッド。人間どもがうるさいからな。こっちも生き残るためにいろいろと考えてんだよ。そうか、なり損ないっていうのはこのことか。
あんたは用なしだ。アベル下がる。惜しいな、餌のくせに頭が回る。罠か。はあ。イヴァン、そいつは俺の獲物だ。調子出てきたみたいだな。でも俺も借りを返さなきゃならねえからな。はあ、ああ、大丈夫か。ああ、あとは処理班に任せよう。ああ、おい、こいつ首の後ろにチップが埋め込まれてるぞ。チップ、もともとあったのか。いや、父さんはこんなもの。再生してみようぜ。我が最愛の妻サーシャと息子アベルへ。どうかこれが無事にお前たちの元へ届きますように。父さん、近づくな、また罠かも。もう時間がない。このままでは俺はお前たちを、それだけは絶対に避けなくては。父さん、父さん。アベル、すまない。俺はまたお前を守れなかったな。あの時も俺たちがもっと気をつけてやっていれば、事故なんかに遭わずに済んだ。そんな体にならずに。アベル、サーシャ、どうか俺の分まで生きろ。父さん。事故って言ってたな、親父さん。俺の体は半分アンドロイドだ。だからアンデッドにならずに済んだ。人間でもアンデッドですらない。なり損ないだ。関係ねえよ。お前はアベルだろ。俺の陰気な相棒だ。一言余計だ。お前の親父はギリギリまで正気を保ってたってことだよな。アンデッドでも元に戻る可能性があるってことか。わからない。でももう中身が違う。人間のようには生きられない。人を食うことでしか生きながらえない。人として生きるならあいつらを根絶やしにするまで終わらない。そうだな。お前はどうするんだ。人として生きるのか、アンデッドとして生きるのか。俺はアベルだ。マヌケなイヴァンの相棒だろ。一言余計だ。俺はアベルとして生きる。だったらやることは一つだな。せろ。皆殺しだ。
見て。最高っす。やったな。いちいち叩くな。初舞台にしては上出来なんじゃねえ。当然だろ。つうかだから頭グリグリすんな。アドリブの掛け合いはまだまだだからな。もっと場の空気を読んで。早速説教かよ。いいから聞け。ああうるせえうるせえ。アフタートーク。今日のアフタートークのテーマは嫌いな食べ物。お前はあれだろ、子供の頃一口食べて泣いたやつ。はあ？泣いてねえし。吐き出すこともできず飲み込むこともできず、すげえ顔して泣き出しただろうが。うるせえ、勝手にバラすな。すげえな、何食ったらそうなんだよ。酢の物だ。酢の物。そういえばこないだの夕飯でもこっそり残してたっす。言わなくていい。あざみくんかわいい。かわいいとか言うな。てめえのせいだぞクソ左京。本当のことだろうが。このコンビ本当面白いよね。毎回じゃれてる。くそつまんねえ。また車でどっか行きましょうよ。泉でアザミビビらせたのすげえ面白かったっす。ああ、あれな。すっとしました。あんなもんじゃ足りねえよ。恥かかせやがってボコボコにしてやる。今日も楽しかったね。アフタートークのアザミくんすごい可愛かった。私ブロマイド買い足しちゃった。詳細プロフィールもついてたんだけど、あざみくんって名字泉だって言うんだね。泉だ。おい、その写真見せろ。なこいつ。これ満開カンパニーって書いてありますよ。あいつ劇団なんてやってたのかよ。ウケるな。ヤクザの息子が役者かよ。俺をコケにしたことを後悔させてやる。あいつの舞台めちゃくちゃにしてやるよ。いや、まだ時間大丈夫かと思って。うっす。なんかじっとしてても落ち着かねえから、ちょっとコンビニ行ってくる。
サゴだ、ボンについとけ。コンビニっすか？また車にひかれそうになられても迷惑だからな。へい、行ってきやす。心配性だな。きっと過保護は昔からなんすね。うるせえぞてめえら。お、いたいた、アザミ。話せ。うるせえ。早くドア閉めろ。アザミ、ケンさん。おい、車出せ。おい、待て。マジかよ、やべえ。まず兄貴と会長に連絡。いやでもこのままだと見失う。そうだ、行くぜ兄貴号。待ってろアザミ、絶対助けてやるからな。勝ち込み。遅えなあいつら、どこまで行ったんだ。いくらなんでもこんなに戻ってこねえのはおかしくねえか。出て行ってからもう3時間は経ってるよな。ああ、アザミ電話出ねえな。サコダに連絡してみるか。噂をすればなんとやらだ。おい、どこを突き歩いて。あ？何？どういうことだ？相手は？わかった。倉庫だな。すぐに行く。ダメだ。お前はそこで待機しろ。どうしたんすか？アザミが拉致られた。相手は学生みたいなのが十数人。迫田は見たことのねえ奴ららしいが、どっかのヤクザの幹部の息子だとか言ってたらしい。そういや、前に変なのに絡まれてたな。やばいじゃないすか。必要ねえ。決まってんだろ、勝ち込みだ。舐めた真似しやがって。ボンは絶対に取り返す。それしかねえよな。急ぎましょう。やるしかないっすよね。武闘派の本領発揮か。俺たちに任せてくれ。もし開演までに間に合わなければ、夏組が前座で出てできる限り間を持たせる。借りは返すって言っただろ。助かる。体力も有り余ってそうだし、暴れてくれば。俺も全力でサポートする。ガキ相手だ。すぐに終わらせる。会の奴ら呼んでたら間に合わねえ。あいつは俺ら秋組の大事な座長だ。俺たちの手で取り返す。こいつらを危険な目には合わせねえ。約束する。でもさ、みんな顔が割れたらまずいんじゃないかな。後から相手に復讐されたり、 SNS で拡散されたり。ああ、それはまずいかも。三角あげて許してもらう。
無理だろ。それならいい手があるっす。古市組見参。まもなく開演時間です。俺たちの出番だな。任せとけ、借りはきっちり返す。身につけたアドリブ力を見せる時だ。頑張ります。舞台楽しみ。それな、楽しんじゃおう。息切れしないようにほどほどにね。どれだけ時間がかかるかわからないしな。行くぞ。秋組公園へようこそ。ようこそ。え、夏組？なんで？千秋楽はちょっと特別なんだよね。俺たちの前座があるよん。よろしくお願いします。よろしくね。夏組が前座？嘘、すごい。っていうかさ、お前目玉取れかけてるぞ。嘘、マジで。ちょっと直してくる。そういうあんたも鼻のあたりが腐りかけてるけど。最近ちょっと暑いからな。夏よりはマシだけど、あちこち腐りやすくて困るよね。俺、冷蔵庫入って寝てる。なんかあちこち凍ってるよ。あれ、そういえば腕も足も曲がんない。冷凍庫と間違えたんじゃないの？さすがに縛られてこの人数に囲まれたら手も足も出ねえよね。散々人をバカにしやがって。そのくらいにしといた方がいいんじゃないですか。バレたら面倒ですし。何期待してんだ。お前はこのまま千秋楽とやらが終わるのを黙ってここで待つしかねえんだよ。てめえ主演なんだって？主演が逃げ出すとか最低だよな。うっと、当たらねえよ。見てこいよ。うっす。一体誰？うっ何こけてんだよ。ん？なんだあいつら。正義のウサピョンだピョーン。
古市組剣山たぬ。悪いやつは許さないぞ、クルル。ギャオ、俺たちの仲間を返してもらうぞ、クソガキどもが。クマの鳴き声ってなんだ。クマ、んな鳴き声あるか。おいボン、無事か。すぐに助ける。ざけやがって。痛い目見てもらわねえとな。くさあ、オミ君後ろっす。さすが一日限りの長老復活っすね。みんなのために強くなるって決めたからな。アザミ、大丈夫か？ケンさん、怪我してんのか？すまねえ、もっと早く助けに入りゃ。受け身取ったから大したことねえ。それより舞台は、夏組が前座で間を持たせてくれてるらしい。そうか。残りは一人だな。年功序列ってことで譲りますよ、ライオンさん。お前ら、俺が竜天会の幹部の息子だって分かってやってんのか。竜天会だ。金銭会よりはるかに格下じゃねえか。いい度胸だ。丸ごとぶっ潰してやろうか。サコだ、そいつ連れて会長に報告して向こうの奴らと話しつけてこい。へい、ほら来やがれ。許してください。あーちゃん怪我してるじゃないっすか。動けるか。余裕。よし、悪い、みんなに迷惑かけて。この借りは舞台の上で返せ。謝罪の気持ちは舞台で見せてみろ。分かった。急いで戻るぞ。はいっす。二人の父親。待たせたな。それでは秋組第4回公演デッド・アンデッド、まもなく開演します。お待たせしました。お楽しみに。はあ、遅い。きっつー。疲れた。ギリギリだったな。マジ助かった。礼は後でいいから
今は最高の千秋楽にすることだけ考えろ。だな。全員10分で出られるようにすっから。はい、終わり。次。はい。手の動きが見えないっす。千手観音かよ。俺で最後だ。さっき捕まった時、柄にもなく怖くて震えた。俺のせいで今まであんたたちが積み上げてきたもん全部ぶっ壊れるかもしれないと思って。そっちかよ。珍しく弱気になったのかと思ったら、バカみたいな着ぐるみ着たあんたたちが来て、クソ左京の声が聞こえた時、心底ほっとした。バカみてえなは余計だ。こんなこと二度と言わねえけど、子供の頃あんたのことずっと本当の父親みたいに思ってた。今も思ってる。母親がいねえ代わりに父親が二人いたから、俺はこんな物騒に育っちまったのかもな。人のせいにすんな。うまそうなのみーっけ。ロイ、生きてたのか。ロイ、目を覚ませ。あれはもう向こう側だ。うわせな。ロイ、てめえだけは許さねえ。許さねえぞ、赤目。よく吠える餌だ。はい。イヴァン、後ろが暗くて。気をつけてやっていれば事故なんかに遭わずに済んだ。そんな体にならずに。お前はどうするんだ。人として生きるのか、アンデッドとして生きるのか。俺はアベルだ。間抜けなイヴァンの相棒だろ。一言余計だ。俺はアベルとして生きる。
何放心してんだ。バテたとか。もっとやりてえ。芝居の面白さようやく分かってきたみたいだな。上等だ。最高だったっす。一番の出来だったな。カーテンコールだ。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうっす。よかったぞ。おさみ、よかったな。会長も迫田も間に合ったのか。うまく片付けてくれたみたいだな。おみさん。お、亮も来てくれたのか。なんだよ、シフトのやつ来てねえのかよ。その筆で。お疲れ。おつぴかー。無事に千秋楽やり遂げられたみたいだな。お前らのおかげだ。助かった。何言ってんの。困った時はお互い様だろ。おざみ兄貴。どうしてこの泣きすぎだ。苦しいってケンさん。龍天会との話は片付きましたか。向こうの会長直々に謝罪があった。息子ともども直接土下座させに来るってよ。きっちり落とし前つけさせるって話だ。そうですか。だいたい向こうとうちじゃ格が違いすぎる。こんなの火種にもならねえよ。おい、マキタ、例のブーツ持ってこい。へい。受け取れ、アザミ。ん？これからも劇団に残るんだろう。鮮烈だ。これ会長、自分で壊したメイク道具と同じもわざわざ買いに行ったんだぜ。自分で？営業妨害以外の何者でもねえな。おい、マキタ、余計なこと言ってんじゃねえ。ありがとう。本気で目指すと決めた以上、腹くくれ。分かってる。この劇団は俺の贔屓だ。芝居でも化粧でも反発したら許さねえ。サボってねえか、毎回見に来るからな。授業参観かよ。それでいつかプロになったら、その筆でたくさんの女をきれいにしてやれ。俺が何度でも惚れ直したさゆりみたいにな。言われなくても、それと後目継がなくても、息子として家のためにできることはやるから。そこのパリピにも欲張れって言われたし、大事にするもんは一つじゃなくてもいいだろ。ふん、生意気言いやがって。アザミ、俺の話覚えててくれたんだ。たまにはいいこと言うじゃん。たまにはってひどいよユッキー。
少年の日。乾杯！乾杯！乾杯！今回が一番疲れた。千秋楽も間に合うかハラハラしましたしね。みんな強くてすごかったっす。俺も兄ちゃんの喧嘩見たかったな。兵道の喧嘩っていうか熊の喧嘩だけどな。確かに。なんだかんだ新メンバーの座長公演も順調だな。いい人が見つかるといいですね。詩人と添い寝屋と職業不詳はもう揃っているから、他の職業にしてもらわないとね。同じやつもう一人見つける方が難しいだろう。やっぱり冬組だからアダルティーなメンバーっすかね。最年少かもしれない。最年少っていうと小学生とか。親子の役しかできなさそうだね。マシュマロ屋、市場で選んだな。あざみくんがいることだし、次の冬組の公演もメイクが映えるようなものだといいね。新品のメイクセット揃ったんで準備はできてるっす。楽しみだな。あざみくんのメイクいいですね。俺も今度経験してみたいです。次の公演に期待。メイクが映えるっていうとどんなのっすかね。ビジュアルバンドとか。悪くない。お、意外と食いついた。音楽好きだもんな。次の主演はイタルさんかシトロンさんですかね。そういえば今まで主演やってないんだっけ。ビジュアル系はちょっと。シトロンさんはどんな舞台が。あれ、シトロンさんはさっきまではいたと思ったけど。やっぱ来てなかったのか。あ、いいって。家の事情じゃしょうがねえし。うん、今回はしょうがないけど次は来いよ。ん？オーディション？へえ、いいじゃん。どこの劇団？知らねえ俺劇団詳しくねえからしょうがねえだろ。あー、そうだな、勉強しねえと。お、シフトもオーディション頑張れよ。うん、じゃあな。ゴッド座ってなんか聞いたことがあるような気もするけど、まあいっか。ん？お疲れっす。なんかすげえ大変だった気がしたけど、終わるとあっという間だったっつうか、ぽっかり穴が開いた感じがする。すげえ楽しかった。
あ、そういえば秋組のやつって全員ちょっと似てんのな。全員家出したことあるんだって。みんな俺のオーディションの時のポートレート見て思い出したって言ってた。家出って褒められたもんじゃねえけど、まだ子供の俺らにできる唯一の反抗っつうか、気持ちを表現する一つの方法だったんだよな。それで家から離れて一人になって初めて大事なことを見つけられるみたいな。見つけられた。メイクのプロ目指す覚悟と演劇っていう新しい夢の舞台。私のリミットはもうすぐ。シトロニア、あなたを迎えに来た。そろそろだと思ってたよ。